さあ、それでは一言ずつメンバーの方からご挨拶をさせてください。まずはソラの方から。はい、野本ソラです。ありがとうございます。ありがとうございます。あのですね、一部もう、まあ、あのビートジェネレーション踊ったんですけれども、その円になってももかが一人で歌ってるところがあるじゃないですか。で、座ってるんですよ、私たち。で、そこでね、もうね、もう想定外の暑さ、引っ張ったと思ったんだけど。そうそうそう。で、踊り終わってそっちに帰ってからリカ子と暑くなかったかとか言ってすごいなんかもうあまりの暑さにすごい驚いてました。で、ちょっと2部も暑いかなと思ってビクビクしてたんですけど、まあでも一部ほどではなかったよね。そうだよね、皆さんの声援の方が熱かった。いいこと言うね、リカ子でしょでしょまあでも本当にね、すごい声援が熱くて、もうあったかいとかいうの通り越して熱くてすごい嬉しかったです。あとね、まだ曲もやるので、これからも、これからもというか今日一日よろしくお願いします。今日はこんなにもたくさんの人に来ていただき本当に嬉しく思っています。皆さんの夏休みのいい思い出にできるようなパフォーマンスにしていきたいと思います。よろしくお願いします。まひろー、まひろー、伊藤桃佳です。ありがとうございます。まあ、6日間続いたこのリリースイベントが、まあ、7月は今日でこの2部で終わりということで、今まで以上に皆さんと盛り上がっていけたらなと思っています。楽しんでいってください。よろしくお願いします。井上梨花子です。ありがとうございます。今日はですね、みんなあの夏らしくポップな衣装で、まさに新曲の光の果てにぴったりな衣装なんじゃないかなと思っていますそしてね、ビタミンカラーなので皆さんにもね、着ている私たちも元気になるし、はい、皆さんにも元気を与えられる衣装なんじゃないかなと思います。ちなみに私のこのブレスレットなんですけど、もうチャックの、チャックファスナーチャックの始まりの部分始まりそう、それがつながってて、しかもカラフル 7色あるので、フェアリーズカラー、おお、ね、6色あるのでフェアリーズカラーになっていて、7色じゃね、7色ある、これ7色ある、あったあった、まあ、でもとりあえずね、なんかね、私たちがこうつながってるような雰囲気を醸し出してるのでそうですね、握手会なのでこう近くで見ないと多分ね楽しさ伝わらないと思うので、握手会なのでね、ぜひこれ近くで見に来てください。今日はよろしくお願いします。島村美希です。ありがとうございます。はい、1階の皆さんももちろんなんですけど、上の方で見ている方とか、今通りすがりの皆さんもぜひ近くに来て私たちのパフォーマンスを見に来てください。皆さん最後盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ミリアです。はい、ここからパフォーマンスしてってよく見えるんですけども、うちわ、フェアリーズのうちわもそうなんですけども、こうやって作ってきてくださったうちわがたくさん見えるのが本当に嬉しいです。上の方もうちわがあったり、下の方もね、皆さんうちわ作ってくれて本当にありがとうございます。今日は最終日2部、もっともっと盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。この私たちフェアリーズはですね、この間7月24日に6枚目のシングル「光の果てに」をリリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、その「光の果てに」をこれから披露させていただくんですけども、光の果てにはテレビ東京系アニメジュエルペットハッピネスの主題歌となっていて、エンディングで私たちとジュエルペットちゃんが一緒に踊ってるんですけども、皆さんもう見たって方いらっしゃいますか？ありがとうございます。もう
すごくね可愛く仕上がっているので、まだ見てないという方はぜひチェックしてみてください。そして振りの中にはそのジュエルペットのルビーちゃんを意識したこのねうさぎの耳のポーズが入っているので、よかったら一緒に踊ってください。そして、はい、カップリングのエール、はい、カップリング曲のエールという曲なんですけれども、応援歌になっていまして、すごい頑張れ負けないでっていう素直なメッセージが入っている曲になっています。なので心に、皆さんの心にずっと入っていってくれたらいいなと思いながら私たちもパフォーマンスしていますので、本当にたくさんの方に聴いてほしいなって思っています。それではその2曲を続けて聴いていただきたいと思います。盛り上がっていきますか。それでは聴いてください、光の果てに、そしてカップリングのエール。